はいどうも皆さん、タイガくんと申します。今回はザ・ウルフをやっていきたいと思います。でね、ちょっとね、今回もね、録画テストを兼ねています。で、今回の配信の、てか録画の配信じゃねえや、この録画の仕方だとちょっと画質が良くなるかどうかもよく分からなくて、ちょっとそれのねチェックをしたいっていうのもあって、この配信ってか配信じゃねえや、配信つっちゃうな、録画方法のねちょっとなんか1って出てる方法で、どんなもんのあれが出るできるのかっていうのをチェックねしたいのでね、ちょっと今やっておりますが、おや？ウィークリーとかいうのがなんか追加されてますね。相変わらずバウンティーがめちゃくちゃすごいことになってるけど、なんかリーダーの人がなんか ログインできなくなったみたいなっぽい話の着想がありますね。ちょっとバウンティーがさ、明日までなんだよな。当然今からやっても間に合わないので、なんか普通にやろうかな。でね、なんかねカスタムっていうのがね追加されてるんですよね。これ驚き、参加するベータ版だし、作成マップ選択をカスタムっていうのはさ、マップ指定できるだけ？特に条件とかないの？参加する。ルーム名入力。あ、一覧がバーって出てるわけでもないんだね。なんか作った部屋がいっぱい並んでて、そこを選択して入るわけではなく、純粋になんか選んでやるんだね。まあ、PVP はいいでしょう。でね、熱帯雨林行こっかな。ではでは、ね、これで、まあ、動いてる絵面を、録画とかね、したいんで。ここ強いですね、メンバーが。このゲーム本当に久しぶりにやるんだよね。おら、手長ザル、おら。ケイ、手長ザル、おら。いくつもないんだ、こいつ。200、あれ？今250だった。避けていく。やべ、近づいてこないタイプだ。毒には毒を。OK。こいつら2体で300相当か。竜強いな。なんか。どんぐらいもらった今。メーター見ながらやるか。いや、ライオンだ。勝てねえな。さすがに勝てないから。この人いれば勝つとだけど。
一人じゃきついね。モグラー、モグラー、結構もらえてる。772ってことはだから720ぐらい入ってるな。ジャワトラ見たことねえな。なんだこいつ、なんだこのウータン、避けていけ。あぶあぶ、危なーい、やめてー、死んじゃう。ここ強いのしかいないよ。他の人どこにいんのと思ったらめっちゃ散らばってんだ。みんなめちゃくちゃ散らばってるね。あくまでも録画テストだからさ、10分単位ぐらいのさ動画でよかったんだけど、もう10分も経ってない。どうしよう。でもあげるんだったら30分動画ぐらいのものを撮ってあげたいよねって話。でもの誰かいるぞ、乗っていけ、混じっていけ。あ、チャンピオンと戦ってるこいつ。よし来いよ。全然踏んでくんね。強いこいつ。ごめん、なんとか倒した。お前の敵は俺が撃った。いやー、無理無理無理。今の人誰だったんだ。あぶら、石飛んできたのみんな分かった。今俺避けたよ、華麗に避けてる。今回ガゼルさん、今日の飯はあなたです。200ぐらい入ってんだわ。いつお、ワニと戦ってる。めっちゃ持久戦仕掛けてんな、あの人。もう参加していく。めっちゃ違うとこ行くやん。よしよし、一緒に倒していけ。強いな。アルファが呼んでいるぞ。あ、キョブラじゃないですか。キョブラー、あ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう死んじゃいますよ。え、譲ってくれる感じ。あ、死にました。ラグい。ありがとう。おい、なんだこの猿。あ、どうしたんだ。はい、行け行け。スイッチ入れて、かばせていく。いいですね。カピバラさん、なんだあれ、なんか来たな。
強いな。メンバーが強いからすぐ倒せるね。止まれなかった。アルゲンタビス覚悟しろ。アルゲンタビスや。よしよしよし。え、2匹目触れなかった。あ、触ったよね。触ったよ。こちらに勝利さんか。ジャイアントゴールだ。ゴリラいけるいける。強いな。ピンコブ毒には毒で行きたいけど、ブーで走行距離みたいなさ、ミッション、まあ要はクエスト終わらしたら、いや全然だな。終わらしたらやめようと思ったんだけど、思ってた以上に全然だったな。レジェンドマウンテン、なんか追加データ何をダウンロードしてんだこれ。これもしかして各マップでやんなきゃダメ？よし。強いね。能力アップの、みんな熱く戦ってる。能力アップのクエスト来たら、お、クリアできねえよな。さあ、チャンピオンと全く関係ない時に限ってさ、チャンピオンと会ってさ、でチャンピオンクエストを受注できてないというかが、チャンピオンなんかクエストじゃないからさ、ないからさ、チャンピオン倒したのが無駄になるんだよな。なんだこいつら、止まってね。よし。なんかみんな一緒に固まってるね。このさ、名前がさ、光ってるのは何なの？これ多分さ、予想だよ。予想だけどなんかさ、なんかこのさ、課金の制度がちょっとさ、変わっててさ、ロビーに行かないと出ないかな。多分この画面からじゃ説明できないかも。
なんかいる。よしよし。なんだろう、なんかこの画面からいける？無理か。あ、熱帯雨林でなんかあるとかやったな。アッシュウルフでなんかやるとかもある。あれ、俺今アッシュウルフじゃなかった。これのスキンがわからないな。あとなんだ。どうやって見ればいいの？このプレミアム、あ、これ。なんかこれの精度がちょっと変わっ、なんか変更になってて、このプレミアムゴールドっていうやつが追加されてたの。あ、ゴールデンのプレイヤーの名の色。ほら、やっぱそうだよ。この、あれにすると変わるんだ。でもこれ14日間に、なんかプレミアムシルバーが延長されてて、お得になってるね。なんだ、すげえ。殺して。他にいねえな、ここ。ここ行こうか。俺もこれ昔やってもらったな。一番最初のマップで。外目とか譲ってもらったり、攻撃したのを見たら、ちゃんとしっかり外目させてもらったりで。で、パワーレビリングしてもらったな。あの優しい外国の方。お元気かしら。あ、リーダーが。これいるね。割れてる。回復のやつあげたらいいんだろうな。オーロックスなんて、まあいいか。見てー、ありがとう。とりあえずこっちにいなさい。スキル変えてあげるか。めっちゃやられてんじゃん。お前らこっちに流れてきたな。お前ら使ってあげよう。隠れちゃうぞ。こっち行きたかったな。あの人なんだろう、一人離れてる人がいるな。あ、この人さっきの人か。違うな。俺手出したら死んじゃうからな。あ、よく見たら程よい時間ですね。これ一向に終わんないんだけど。11,200 って甘く見てた。全然終わんねえや。11,200 キロって。ゲーム内走んなきゃいけないのに。つら。
ょ、エビルさんについていってあげよう。どこ行きたいのかね。我が輩が全てをほふってあげよう。あ、ごめん、全部倒しちゃった。大丈夫？あらららら、これは何だ、何と戦いたいんだ。呼んどいて移動すんの。60レベル台のやつらどんぐらい強いんだろう。あー、同じぐらいかな。でもステータスわかんねえからな。なんかやられてない俺。めいめい聞こえたけど。かけなかった。よかった。めっちゃ移動するじゃん。呼んどいて。とりあえずポート作っとこう、的な感じで呼んでない？ポートの使い方雑じゃない？ポート作っといて群れで、全く違うとこ行くとか意味ないじゃん。何か倒したい敵がいるわけでもなく。ていうかこれ終わんないんだけど、この走るやつ。クエストに居座られても邪魔なんだけど、もうここまでやったら走り切るしかないよな。ひたすら走るか、走り回るか。無駄に走り回るか。でもプレミアムシルバーのゴールドのやつなんだけどさ、いや、プレミアムシルバーみたいのもあったよね。25%、25%、ウルフスキン、プレミアウルフスキン、デイリークエストスロット。追加4個のウィークリークエスト。毎日時間が8時間に変わる。シルバーでも得られてたのがゴールド限定になってるんだね、これ。前のシルバー相当のあれで受けれてた恩恵が。プレミアウルフスキンの隣のさ、このマークなんだ？なんでこんなマークついてんだ？ 8300 か。呼んでもらってるけど、どうしよう。チャンピオンいるなら行ってもいいなっては思う。いないんだったら別に。これは走り回ろうかなと思う。タイがいっぱいいる。いっぱいいるな。あれ、これカバか。黒カバ。よし、87。日が遠くなるな、これ。だいぶまだじゃん。
でもクリアはしておきたいよな。こんなことしてたらもう25分経っちゃって、こんな内容のない動画でいいのか。こんな内容のない動画上げていいんか俺。何にも内容ないけど、まあ俺のいつもの日常ってことで、俺のザ・ウルフの日常、ズレズレなる日常。そんな感じに捉えていただければ。あれ、こんなところにこいつ出てくるんだ。この位置にいるの見たことないかも、今まで。岩ヤギさんだ。全然9000いかないじゃん。どうしよっか。でもウィークリーのさ、ミッションもあるんだよな。ウィークリーミッション割と報酬良かったけど、条件がなんか結構やっぱめんどくさそうな感じ。報酬相応の条件だったりする感じっぽかったから、ざっと見たけど、なんか動物何百匹倒せとかさ、なんか〇〇で1000匹倒せとかさ、多分1週間とか、多分そこら辺の期間なのかな、わかんないけど、そういう感覚でのなんかクエストだから、1日しかそこらでクリアできないっていうのが難点だったりするなーって見てて思った。だから俺みたいにさ、やべえやべえやべえ、明日リセットじゃんとか、明後日リセットじゃんみたいになった時に、あの簡単なものはギリクリアできそうっていうものがあったとしても、なんか簡単にクリアできるものは多分報酬もクソだから。よしよし、あとちょっと、多分結果としていらねえって報酬だと思うから。って感じ。正直このレベル上げる経験値とかいらなくね。俺経験値もらうくらいだったら育成ポイント欲しいんだけど。まあでもレベルさっさと上がって70とか80とかしたいから、今となっては嬉しくはあるけど、まあすんごい長い時間をかけてやってれば勝手にレベルが上がるからって考えたら、そんな焦っていらないよねって思うのと、チャンピオンがめちゃくちゃ出まくってて悔しいですと。俺のクエストにチャンピオン討伐がない時に限って、さっきも言ったけど、こうやって出てくるの、ほんと悔しいです。時間内に行けないかな、行けそうなんだよな、1万キロ。え、てかさっき1万だったよね。あと1150か。達成すれば終わる。ただ走ってるだけだともったいないから一応倒すけどって感じ。よし。なんだかんだ言って近く来たな。うわぁ、うわぁ、うぜぇ、死にくかれ。もうちょっとだと思うんだよな。開いたー、うぜぇ。そろそろ
向かってあげる。アルファが呼んでるから、そろそろ向かってあげる。なんかこんなとこに呼ぶよ。おっと、動かない動かない。なんだこれ、今日だけ。そろそろ行ってあげようか。もうちょっとでしょ。おー、もうちょっと。もう無理だろうと思ってたけど、思ってた以上に。え、どこ、結局前行ってんじゃん。動物たちの死体が、ハンターハンターのヒトカが通った跡みたいになってる。あのハンター試験の最初の。それさ、強い人についていかないとさ、弱い人たちはさ、おっしゃ、終わった。ゲットできなくない、経験値とか。じゃあこいつ殺してやろう。イエーイ。大丈夫か。このゲームの一番強い技、これ吹っ飛ばしてスタン入れる技だよな。この吹っ飛ばしてスタンがマジですよ、このゲームは。しかもやれるの敵限定、プレイヤーでその技は今んとこないから。飛ばした上にスタンぶち込む敵、メジ、マジ強い。メジとか言ってた。しかも、複数体で複数回、ハメコンボみたいになったらもうほんと、どうしようもないから。高いな。いやー、一時はどうなることかと思ってたけど、なんとか普通にクリアできてよかった。じゃあ、帰るか。割と殴ってな。スコアをいくつっていうなんかクエストもなんか中にあったね。ウィークリー。12万5000って簡単じゃない？あ、これでもバウンティー貯まるんだ、これのやつ。だからこんなあれなのか。熱帯雨林の 12万5000でそこそこ簡単だよな。え、じゃあ待って、これやったらさ、たまるまでやるぞってなったら1時間コースかな。ほんと簡単だっつっても、あの強い人についてって強いやつ殴って倒してもらうとかしないと時間めっちゃかかっちゃうから、ただただ時間かかるだけなので。時間かかる。アッシュスキンの、とりあえずプレイヤーの他の人とついて、の後ついていきながら一緒に戦って倒していくのがいいのかなと思う。あ、なんかリーダーっぽいのいる。リーダーってか、あれ、何こいつ、なんでこいつだけ違うの。めっちゃペリカン怒ってくれ。すげえ、なんか
めっちゃピーピー言いながら襲ってくる。めっちゃ戦わないな、この人。ついてくる相手間違えたな。全然溜まってないよ。でも1940。いや、オランウータン強いな。あ、いけるいける。どんぐらい？え、今の俺3400ってことは全然じゃん。これすごいな、これ。これ多分淡々と配信外でやるべきだな。あ、戦ってねえよ。ついていけ。うわ、全員に当てれるんだぞ俺。よし、6級か。なんだこいつ、調子乗んな。よし、いいぞ。こいつ殴られてなかった、さっき。あ、やっぱ戦ってる人いるな。ちゃんちゃん、めっちゃ強えやん、こいつ。やべえ、めっちゃ強い。早く来た。出すもん出して。やべえ、やべえ。耐えろ。ボルが耐えるんだ。もう無理。無理。8000って全然足りないな。1万1000欲しかったけど、もう諦めだな、これ。この調子でいくと。時間かかりすぎ問題。単純に時間かかりすぎだ。このままやったとかで10分ぐらいで終わったりしね。呼んでる。ありがとう。いくつもらえた？ 1。 感謝。というわけで、なんかもう現実的じゃないのでやめましょう。さて、いかがだったでしょうか皆さん。なんかね、あんまり、まあそんな本気でやる予定ではなかったんですけど、まあ、あの配信じゃねえや、録画の設定とかのもろもろのチェックだったりする動画だったんですが、はい、そういう感じの動画だったんですが、まあ、画質チェックですね、要は。今後これで画質良ければこの辺設定でやっていけるんでね、そういった意味でのチェックでございました。皆さんご視聴、こんな動画でしたがありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。